おはようございます。おはようございます。今日はツアー福岡よろしくお願いします。おはよう。超眠たい。おはー、おはよう。くちゃん、お疲れありがとう。眠たいです。顔洗った、顔洗ったからちょっと目覚めました。寒っ。扇風機寒かった。おはよう。亀さん、水のりペンギンありがとうございます。バラちゃん、かわいい、ありがとう。方におるの。わあ、朝早、みんな早起きや。浦部さん、アイスありがとう。はよ。扇風機つけたら寒いな。消したら暑そうだな。福太郎さん、ファイト、ありがとう。あ、チリパ聞いたよ、ありがとう。ペスコシダさん、クマありがとう。クマちゃん、チリパ聞いてくれました。ユナーナが運転免許取得したよって。あ、やばい、ネタバレかもしれん。やば、他の地域はこれから放送でした。今日放送の地域もある。ネタバレしちゃった。フラペチーノさん、ハートギフトありがとう。おはー、すっとばけといてください。聞かなかったことにしてください。眠すぎるね。みんな今日はなんか楽しい予定はありますか？ないよって、今日はもう楽しい予定なんかないんだって方は、ツアー福岡の配信もあるし、当日券もあるから、福岡旅、弾丸福岡旅を検討してみてください。言うのは簡単だけど。おはよう、ね、当日券があるってびっくりだ。おはよう。仕事か、頑張って。土曜日お疲れ様だよ。弾丸、弾丸。外出気をつけていくんよ。今日は広島なんかいい天気そうな色味の空をしている。水色の空をしている。水色と空、空じゃない、白。今日さ、夢にお父さん出てきたんですよ。だからなんか心配になってしまった。なんか夢にさ出てきたら心配になりません？家族とか何かあったのかなみたいな。今超心配してる。元気かな。夢の中でお父さんの運転で出かけるみたいな夢だったんですけど、その出かける直前に空を見上げたら、あのさ、魔法のランプ、魔法のランプ型の星みたいなのが浮かんでて、ちょっと夢だからさ、夢の中の話だからちょっとね、あのなんか時系列とかもよく分かんない感じなんですけど、で魔法のランプとなんか私とお父さんが手で作った形が全く同じ形をしていて、写真を撮るっていうちょっと意味の分かんない夢見たんですよ。なんか変な夢見るときはさ心配になる。連絡ね、一応お母さんにしました。元気かなって。もしさ仕事遅くまでしてて
朝早かったら申し訳ないと思って通知で起こしちゃうと思ってお母さんに聞いた。まこばやさん、ハートありがとう。元気かなぁ。おはよう。お父さん車に乗るの？乗ります。お父さん車に乗ります。たくさん送迎してもらいました。あの握手会とか行く時とか長崎から福岡までよく送迎してくれてた。うっかりあんこさん、ファイトありがとう。頑張ります。頑張ってくる。楽しんでくる。めっちゃきのこさん、アロハ。僕じいさん、真珠ありがとう。みきやくん、ハートありがとう。うん、心配だ。かまちゃん、アイス。バラちゃん、ハートありがとう。元気に頑張るぞ。首がね、首また寝違えたんですよ。もう治ってきてたのに、今朝起きたらまた、でもこの前みたいに起き上がれないほどじゃなかったから、今はサロンパスのスプレーをして首がキンキンに冷えてます。もう冷たい冷たい。神戸のマーチさん、ファイトありがとう。そうなの、寝相なのかな、枕が合ってないのかもしれない。枕だね。枕を使った日に寝ると痛くなるんですよ。その首を痛めてた間ね、昨日とかは枕を使ってなかったから枕だ。車の仕事、車の仕事をしてるわけではないよ。車には乗ってるけど車の仕事をしてるわけじゃないです。お父さん日常で車に乗ってるってだけだよ。ね、枕、枕を使うと良くないみたいなのさ、大谷翔平さんが言ってませんでした？枕はなんとかかんとか。今日行くよって感じ。絶対来ないよ。来ないね。安静に頑張ってきます。安静に元気に頑張ってくる。願い事を3つ、どうしよう、どうしようかな。魔法のランプ、願い事3つ。健康、健康第一1個、あと2個。健康第一にさ、周りの健康、家族とかそういう人とかなんかもう含める、含めよう。世界中の健康でかすぎかな、規模が。福ちゃん、ココナッツジュースありがとう。あと2個、あと2個なんだろう。まつげパーマンの持ちが良くなりますように。これはまつげパーマ2日目のまつげ、この持ちがずっと続きますように。急に規模小さいか。浦部さん、ココナッツジュース10個ありがとう。3個目、
人間関係とお金と愛に困らない人生を世界中の人へ急に規模でかい規模でかいの中にまずげっぱも入ってきた難しいね。そうだって世界中ってなんで言ったかっていうと、自分と家族とか言ったら、いやファンはってなるし、ファンって言ったらファンじゃない人はどうでもいいってことですかって言われたら、いやそうでもないしって思ったら世界中になりました。日本中って言ったら、じゃあ海外に住んでる人はどうなるんですかって言われたら困るから、ちょっと大きく宇宙人、宇宙人はどんくらい生きれるんだろう、寿命とかあんのかな。福ちゃん、尊いありがとう。世界でみんなが笑顔で過ごせる、それにしよう。ドラゴンボールの7つ集めるにしたら、またさらに3つ叶えられるやってたそういうのあるよね。願い事1個叶えますよ、無限に叶えるようにするみたいなやつね。ドラえもんが欲しいとかいうやつ、ありがち。おはよう。え、全然優しくないよ、自分への攻撃を避けるために言ってるんだけど。おはようございます。今朝起きたら携帯の充電がゼロ、悲しい。それはたまにある、 4% とか 10% とかある。今日はバッチリだ、たくさん充電しとくんだよ。何が起きるかわからない。ドラゴンボールっていくらみたいで美味しそうだって。その発想はなかったな、なかったっすな。なんか来週からさ、来週から STU のファンの皆様方、なんか星集めとか大変そうだ。私もなるべく配信して星を与えられるようにしたいと思います。私にできるのはそれくらいかなと思うので、あとは身近なメンバーの心を支えていこうと思っております。みんなもね、なんか星投げとかは無料ギフトなので、みんなの手のさ、まあ、足で押してる人もいるかもだけど、手とかそういうこういう腱鞘炎とかならないかだけ気をつけてもらって。わらいおんさん、尊いありがとう。スイプラの時に展示してあったメンバーのソロパネルが当たりました。え、すご、え、すご、あれ当たるやつか、すご。誰のが当たったの、全員の、誰かの、私じゃないよ、誰。西さんありがとう。はよね、もう3イベント、イベントイベントが終わったらまたイベント、みんな、そうだね、みんなたくさん食べてさ、運動した方がいいから、星投げとかでたくさんジャンピングしてください。ジャンプジャンプ、代わりに運動してもらうよ、アバターに。みんなの分身なんだから、いいか。みんな運動する時間がないって言うけど、作るんだ時間は。駅を一駅歩く、このフレーズを言う人は都会に住んでいるんだ、いいか。みんな人生において大事なことはこれだ、一駅歩く。
二駅歩く。東京に住んでいる可能性が高いんだ。おはよう。そうだよ、田舎で一駅なんてもう大変なんだよ。ねえ。おはよう。しんいちさん、ココナッツジュースありがとう。電車もだけどバスもさ、バス停の感覚も全然違くない？都会と田舎。私の地元はバス一個逃したら追いかけられないよ。わー、おはよう。みんないいか、忘れちゃいけないんだ。人に優しくすること、運動をすること、ご飯を食べること、おたかつをすること、自分の生活の質に合ったものを追求すること。いいか、いや分かる、田舎の田舎あるある、コンビニに行くの車分かる、あるある、駐車場がめちゃめちゃでかい、あるある、お店より駐車場の方がでかい、うん、朝からいい話を聞きました。本当よかった、みんなの今日の人生を彩って、みんなが元気に頑張ることができるならばよかったです。広島駅から新白島すぐじゃん、余裕じゃない？広島駅から新白島、あれだ、ホームテレビまでってことでしょ。全然余裕だよ、余裕のよっちゃんよ。わかる、コンビニまで何メートルの看板ある。でも助かるよそういうね。小腹が空いちゃう。今日は朝はバナナを食べたけど、なんかさ、会場に朝ごはんがあったりするときあるので、お家で食べて行ったらさ、カロリーを二重に取るじゃないですか朝ごはん。どうしたらいいんだ、軽食を買っていった方がいいのか、パセリどうしたらいいんだ。リハーサルをしてお昼ご飯の時間だからな、すぐ。そうなのよ、この前のサマーステーションの時も朝昼夜って弁当あったけど、朝ごはんもあった。あの、え、どういうことって思うかもだけど、弁当と別におにぎりとパンとかも用意してくださってて、天国かと思いました。パラダイスだったので、なんか持ってこうかな。ゆきさん、お断りです。会場で食べなかったらいいと思う。うん、間違いないね、それは我慢できるかな。私が、私はね、あのお話し会とかでもそうなんですよ、朝家から集合場所に行くまでに疲れちゃうから朝ごはん食べていくよね。でも着いたら、あのお昼の弁当がもう来とるんよ、10時半ぐらいとかで。おにぎりとか軽食もあるんですよ、朝用の。でもさ、なんかせっかく用意してくださったから食べたいって思っちゃって、お話し会の日は朝ごはんを2回して、ですぐ1時間目始まる前にお弁当も食べるからね。
大変なんだ。だから話が2日連続あるともうパセリがどんどん丸くなっちゃうね。そう、早弁なの。早弁っていうかあれなんですよ、お話し会終わって3分しかない時とかで2時間目始まったりする時あるから、もう食べれる時に食べとこうみたいな精神。でも今日動くからいいか、食べちゃえ。そうだ、おにぎり食べちゃおう。おにぎり、おにぎり、おにぎり、ちょいと詰めて刻み生姜にごま塩振って。この前はソルハさんが言ったからね、フレンチトーストを1袋を半分こしたんやけど、会場で。人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん。今日は明太子カラーで福岡へ向かいます。ちょっと今ね顔洗ったから髪が濡れちゃったんだよね。ごぼうさん、あらーもあいた、れんこんさん、食べるときは食べてるんだ、食べまくっている。いいでしょう、これパセパセね。鼻赤いよね、なんか思った、鼻が赤いわ。治れ。明太子の鼻なのかな、鼻まで明太子仕様なのかな。まあ美味しそうだからいいけどね。バラちゃんアイスありがとう。今日も朝から見てくれてありがとう。もうあと30分くらいしか配信がない。夜もできたらいいな、配信。夜できるか分かりませんね。元気かな、夜のパセリ。ちゃんと睡魔に負けずに配信できるかしらね。忘れ物はあります。忘れ物ある、洗顔ネット持ってく。でも今顔洗っちゃったから洗顔ネットが濡れてて入れれなくて、洗顔ネットを持って行くの忘れそう。あとはスマホ忘れないこと。あとはなんだ、なんだなんだ。今夜本コアやるのでよろしくお願いします。本コアの回し物の方。怖っ。本コアの日なの。じゃあ世界中にお化けがいっぱい出るってこと。怖い話したらお化け出るって言うじゃん。お盆終わったっていうのにお化けも大変だわ。あーお化け、お化けじゃない、お盆終わったわ。やっと向こうの世界帰るぞとか思って、また呼び出されるってこと。あこばよさんファイトありがとう。お化け、スイムに負けたらすいませんね。そうだよ、すいません。負けずに頑張ろう。わー、お化け。本コア、本コアって本当にあったんですか。本当にガチの、ガチの本コア怖い。どうしよう、みんな本コアだって。あつおさんレインボースターありがとう。しんいちさんハートギフトありがとう。みんな本コア見れる人なの。私無理だよ絶対に。もうでもテレビつけとかないとさ、テレビからお化け出そう。今日なんかあるかな、大爆笑のテレビみたいな。やだよ、本コア。ココアさんみたいな幽霊、元気いっぱいってこと。
超突っ込んでくること違うけそうじゃないけって言ってるの。それとも赤い服着てる、赤い服着てショートカットってこと。おはよう。え、怖いね、こういう話したら絶対いる、この部屋。だって急に今寒くなったもん、背筋が、ああ背筋が寒いのはさっきサロンパスのスプレーを首に振ったから。そうだよパセリ、違うよ、大丈夫。お化けだってこんな朝早く起きたくないよ、夜な夜な働いてるのに。お化けだって夜勤だよ、寝たいってこの時間、夜勤明けで一番寝たい時間じゃん、7時とか。そうだよ、違うよ、みんなもうみんな違うよ。おはよう。そうだよ、お化けは人を脅かすことでエネルギーを貯めているんです。そうなんです、子供の驚く声でエネルギーが貯まるんですよ。そういうね、仕事をしてて、ドアがあって、ドアを開けたら子供が寝てるんです。そこに入って脅かせるんで、脅かすんですよ。そしたらね、ツインテールの女の子と出会ってね、その女の子が勝手にあちこちうろちょろするんですね。そう、ね、モンスターズインクって言うんですけど、モンスターズインクのさ、エンディングみたいな、サリーとマイクとブーの別れみたいなとこ、この前久々に見てさ、大号泣した大号泣した。2日ぐらい前になんかソルハさんとモンスターズインクの話してて、急に見たくなって、で見たら大号泣。ソルハさんはいなくならないでくださいとか言って泣いたんですよ。悲しすぎる。ブー元気でいてね。マチュルさん、お断りです。お断り。解説するのはモンスターズインク。モンスターズインクもさ、この前のカール爺さんみたいにあれじゃないですか、あのラストまで行くまでにだいぶ心モヤモヤするじゃん。ちょっとじっとしてなさいってなるタイプじゃん。この前なんだっけ、あのね、子供ね、ラッセルか、ラッセルみたいじゃん、ブーって。兄弟ラストシーンだけ見た。だって本編はもう何十回と見てきた。ね、都市伝説見た、魔女になってる、なんかサリーの隠れサリーがいるみたいな、見た。トシさん、レインボースターありがとう。霊も優しそうな人につく、じゃあ私は大丈夫か。大丈夫だ。おはよう。ラッセル。ヒロさん、だるまありがとう。かいちゃん、ゲームギフトありがとう。あ、お清めスプレー持ってっとこうかな。どこに置いたっけ、ボス。持ってっときたい、怖い。なんか出るって言うじゃん、そういう会場とかって。点取ってほしい。夏休みした方がいいと思う。お化けは塩、じゃあ私の汗の塩でも巻いとこう、お化け出たら。ついていくかも、本当ついて。この家にいるお化けついて行ってくれるの、福岡まで。それはありがたい。一緒に行こう、福岡。うん、怖い、背筋が寒くなってきた。
夏休みこそ稼ぎ時。あ、そうなの。そうか、そうだよね、この時期本校とかあるもん。お盆あったから通常勤務、厳しい世界だわ。そうか、もうお盆終わったからね。おばあちゃんの汗をあげちゃおう、お化けに。ほらよ、無理だ、やだな。おはよう。メンバーで清めの塩とか流行ってるの？うん、流行ってます。流行ってるっていうか、あの森塩を勧められて森塩、うん、アーナにおすすめしてもらって森塩してるんですけど、なんか2個置いた方がいいかもとか言ったからさ、私も玄関に2個置いてたんですね、森塩を。ただこの前アーナに玄関に森塩2個置かない方がいいらしいって言われて、半年ぐらい私2個置いてたんですよ。なんでって言ったら、あのショールームでファンの方がいてた、キッチンにもなんかね、アーナのファンの方かな、なんか通りすがりの方か分かんないけど、そういうなんか霊を感じることができますみたいな方がコメント欄にね来たらしくてね。そう、キッチンにアーナが森塩置いとるんやけど、あのキッチンでお化けが苦しんでるから森塩やめてあげてくださいってコメントで言われたらしいんですよ。でもこっちとしてはさ、お化けが来ないように森塩してるじゃないですか。なのにさ、お化け苦しんでるから森塩やめたら、さすがに優しすぎるね。苦しんでもなおアーナの家に住みたいと思ってるお化け、その気持ちはよくわかる。だけどね、出て行ってあげてください。ねえ怖いね、朝からお化けの話してやだ、怖い、自分のせいだ、怖い怖い。塩太陽、塩太陽、ガチの塩太陽。怖いよ。もし今日私に何かあったら察してください。怖い。冬の長崎観光ってどうですか？めちゃくちゃいいと思います。夜景がより綺麗に見えると思います。うん、冬の長崎はハウステンボスがいいと思います。特にハロウィンに行くとお化けがたくさんいるいて、ホラーナイトあるからいいと思います。ユニバ、ユニバのホラーナイトはチェーンソーを持ってた、バーンバーンって言った。バーンバーンバーン。本校は実況配信して、本校までに帰ってこれるのかな。今日は夜公演もあるよ。今日夜公演19時からだから厳しそうだ。多分ライブが終わるのが本校始まる時間か。え、素人が森塩はしないでくださいってプロの霊媒師が言ってました。今すぐ取りやめよう。リネにも言っときます。リネも森塩してるから、リネの家お化けてるから言っとく。はあ、やった。それは自分の仕事がなくなるから。はあ、霊媒師の方。まあそうか、そうだよね。私は別にお化けになんかされてるわけじゃないからね。え、こんにちは。確かにプロ、疲労って呼ばれされちゃった。ねえ、リネの家やばそう。
行ってみたいな。どんな感じなんだろう。え、気のせいじゃないのかな。え、あれはさ、投稿するように話をちょっと大きくしてるとかではないってことでしょ。え、怖い、閉じ込めてるの私。知らぬ間にこの家で。ああ、払えないから。あ、お払いね。なるほどね。確かにそれは危険だ。今すぐ森塩やめよう。私も買ったのにな、森塩セット。ひえー、あ、森塩ならぬぼり話。心配よ、ここまで来ると。だってさ、週に1回レベルで言ってるよね。お化けが、お化けが言うて。そうだよ、森塩セットはアマゾンで売ってたんですよ。最初はアーナに借り取ったんよ私。森塩、なんかアーナが森塩の皿いっぱい持ってるよみたいに言ってきて借りてて、でもなんか申し訳なくなっちゃってさ、自分で買ったんですよ。そうか、そうだよね。森塩に効果があったらこの世にお化けなんて存在しないよね。そうだそうだ、森塩工場。え、森塩工場とかあるの。そっか、私が森塩を買ったことで森塩を作った人にお金が入っている。世界を回していた、経済を回した。怖い怖い怖い。普通の食塩じゃダメなの。え、私がさ、お祓いたとこのね、神社でね、お寺、神社か、神社でもらったんですよ。お清めの塩ですって言って、そしたらさ、食塩だった。だから普通の食塩でもいいんじゃないかな多分。後藤灘の塩くれたもんくれた。ベランダにも塩かな、そっちから入らないか。そう思ったんですよ私も。でもね、ちょっとめんどくさいなと思って、まあ気持ちだよなと思って玄関にだけやってた。博多の塩、自分にね、かける、はあ、難しいね。窓とかに塩撒いて、ナメクジ防止じゃなくて。ね、玄関から。え、でもさ、お化けとか玄関とか関係ないんじゃないかな。隣の家から壁通り抜けてくるか。あ、もうそう思ったらやめましょう。森塩はもう今すぐね。ね、怖い。あと10分でみんなとさ、さよならだよ配信なのに。怖い話してしまった。ひえー、虫コナーズ、虫コナーズを置くことにします、お家に。そうしよう、虫コナーズにしとく。そっちの方が実用性もあるし、目に見えて効果がわかるし。そうするわ、ありがとう、ためになった。ファブリーズ、そうなの。じゃあファブリーズ振りまいて。ああ確かに、そうか、虫コナーズしたらそこに虫がとどまるってことか。勝手に人ん家に入ってきて、お化けも虫も。しんちゃんさん、レインボースターありがとう。バルさん、炊いたことない。
ファブリーズじゃないとダメ。リセッシュはダメなんですか。それはもうファブリーズの会社の人がさあ、ファブリーズしか効果ありませんって言ったんじゃない。本当にリセッシュはダメなんですか。どうしてどういう原理なの。不思議だ。私ファブリーズよ。ファブリーズ除菌みたいな強そうなやつ。なんでみんなそんな詳しいんですか。ファブリーズに、ファブリーズじゃない除霊。ああ怖くなったらみんなに教えてもらおう。保冷剤の中身。保冷剤と思い出した。あのさ、スポンジ、キッチンとかの食器洗うスポンジを冷凍したら保冷剤になるみたいなやつ試してみたい。アイスを買うときに試してみたいと思った。全然話変わるけど、話を変えないとお化けが出るから怖いよ。嫌だ。怖くなったら上で洗っていい。あーはーはーはーみたいなやつ。ドゥン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 。そうなんだよ、保冷剤無限に湧いてくる。何なんだろうね。あのね、一人暮らし始めたばっかの頃は保冷剤なんてもらえないよ。実家にさ、実家の冷凍庫保冷剤だらけだから、いやなんであんなにあったんやろうと思って、保冷剤ないわやばい、熱が出た時とかやばいわと思ってさ、100円ショップで買ったんよ私保冷剤。すっごいたくさんの量が入ってて、こんなにはいらんけど、まあ一応冷やしとくかと思ったら、気づいたらなんかいろいろついてきたやつとか、ケーキとかそうアイスとかでついてきた保冷剤が大量に今は冷凍庫にある。何なんですか怖いな。保冷剤気づいたら増えてる。でもいつかきっと役に立つんだ。そう買ったんですよ、わざわざ買ったんよ。ねえ、そう買う人多分珍しいかな。でもちゃんとなんかあれ、冷凍庫の、私の家の冷凍庫があの一人暮らし用のさ、冷蔵庫でよくある2段の冷凍庫なんですけど、そのさ段のところにこう宙に浮かせられる収納みたいなあるじゃん、100円ショップとかで。あれで保冷剤をまとめて入れてる。アイスメーカーまだ開けてない。開けてないよ、だってまだ使わないもん。ツアーが終わるまで使う予定ないから開けてない。箱に入れっぱなしです。アイス入れるために保冷剤捨てたよ。ああ捨て、やっぱ捨てるのがいいのか。もったいない精神働いちゃう。いつかさ、すっごい熱が出てもう保冷剤変えても変えても溶けちゃうみたいな時にいっぱいあった方がお得かなみたいな思って、ついつい。保冷剤冷えピタいるよ、バセリンチ。でもさ、冷えピタって気づいたらカピカピなっとる。なんでなんだろう。熱出た時って 2,3 枚しか使わんからかな。カピカピちゃんよ。高い保冷剤、
へえ、私の家族使ってるかも。私のお母さんは常に車に保冷の、保冷バッグとかじゃなくて、保冷のちゃんとしたさ、部活の遠征とかに持っていくような、お母さんたちが持ってくるようなガチの保冷のボックスみたいなやつを車に積んでて、食材とかスーパーとかで買ったらさ、すぐ入れる。クーラーボックスだ、それ。そう、積んどる。便利。車ってすぐ飲み物ぬるくなるじゃん、だってね、日が当たるから。みんなもちゃんとクーラーボックスとか使って、涼しんでください。涼しんでください。冷たい飲み物も飲んでください。そろそろ終わる時間や。終わる時間が迫ってきました。じゃあ今日は福岡公演頑張ってきます。楽しんできます。終わっちゃおう。壇上よも。ああ、朝から怖い話してしまった。怖いよ。いきます。13位、右田ピッポさん。12位、クアドリさん。11位、ビートルさん。10位、ワウワウさん。9位、マチャルさん。8位、トシさん。7位、ワライオンさん。6位、しんちゃんさん。5位、ジロくん。4位、フクちゃん。3位、ウラベさん。2位、ペスコシダさん。1位、カメさん。ありがとうございます。ありがとう。昨日チリパ聞いてくれた方もありがとうございました。お便りもありがとうございました。それでは福岡楽しむぞ。またね、みんな。バイバーイ。